で頭皮をほぐしていきます。頭のてっぺんにある百会というツボなんですけれども、全体の自律神経を整えるようなツボです。そこに猫かっさの面の部分を当てて腕の重さをかけます。ゆっくり重さをかけながら力を加えるのがおすすめです。その後に背の部分を使って頭の上の部分ですね、ここを生え際から後頭部に向かって少し上に上げるときに力を加えながらギザギザほぐします。今度は少し下の部分をほぐしていきます。